しくて幸せな時間は現在進行形。ひなな？ん？何してるんだ？折り紙？そう、もうちょっと待って。おお。はい、できました。ハートです。おお、すごい、うまいな。あはー、ひななこれしか折れないけどね。まあまあ、それでも。でも紙の文字が透けててあんまり可愛くないよ。紙の文字？何かの裏紙で作ったのか？これ学校で配られたプリント。はいはい、なるほどね。ん、それでもプリントいいのか？進路調査みたいなやついいのか？え、それ提出するやつじゃないのか？そうだよ。うん、何書こうかなって考えてたらハートになっちゃった。どういうことだ。まあ、ひななららしいかな。ダメじゃないか。提出物にこんなに折り目つけたら。あはー、ねえ。ねえ、え？ちゃんと書いて期限までに提出するんだぞ。そうだね。ちゃんとやってもらわないと。ねえ、アイドル業の方も。なるべくそうする。なるべく。うん。でもな。でも。ひななまだ1年生なのに。もう卒業した後のことか。確かに1年生で進路なんて決まんないよね、なかなか。すっごく先なのにね。まあね、でもあっという間なんだよな。あー、うーん、俺も学生の頃はそんな風に思った気がするよ。じゃあ今は違うってこと？そうだな。あ、選択肢が来るとかと思ったら来ない。ひななはまだ先のことだと思うかもしれないけど。それ書いたらさ、よかったら鬼を見せてくれ。いいけど。まあ、でもそっか。いつか終わっちゃうもんね。その言い方は怖いな。え？ひななはずっと楽しく幸せにいれればそれでいいんだけどね。まあみんなそれは思うよね。そりゃ、ひなな、終わるってちゃんと考えてくれ。あっという間だぞ。あっという間かな。今振り返るとそう思うよ、少なくとも俺は。楽しい時間ってあっという間っていうもんね。そうだね、楽しい時間ほど。ひなな、割といつも楽しいし、気がついたらいろんなことが終わってそう。おお。そっか。あはー、今日も一日楽しかったし。まあまあ。電車来ないね。ちょうどさっき一本前の電車が出たところみたいだから結構待つな。そっか。なんだろう、そんな時間がかかるのか。まあ電車にはよるわね。平日の昼過ぎってこんな感じなんだね。静かなのか。なんかいいな。あ、でもそうか、昼間は静かなのか。あんまね。え、今日は悪かったな、ひなな。学校の時間には仕事をなるべく入れないようにしてるんだけど。いいよ。今日の体育持久走だもん。そう。あはー、ひななだけ得した気分。なるほど。こうやって学校を休むことをこれからもないとは言い切れない。だから学校に行ける日はしっかり授業を受けなきゃダメだぞ。へえ。
あ、プロデューサー、ひななジュース飲みたいな。おっと、聞いてるのかな。まあいいか、こら話をそらすんじゃない。だってひなな学校お休みしてお仕事なんだよ。あ、何か幸せなことあっていいと思うな。なるほど、そうくるか。でもさっき時給層休めてラッキーみたいな、まあそれは違うのか。まあそれもそうか。まあね、それもそうなんだよね。やはー、決まり。ひななどれにしようかな。うーん、白桃、いちご、あ、さくらんぼもある。いろいろあるね。ね、プロデューサーはどれがいい？白桃から。じゃあひななが桃で、プロデューサーがさくらんぼね。おっと、桃先に取らせた。おい、ひなな。すみません。桃とさくらんぼの一つずつください。お。かわいい。舌をチロッと出して。あはー、いいね。うん、この舌をチロッと出して、なんともいたずらチックな。みんなが自給走してる時間に飲むジュース格別だよね。やっぱ得してるじゃないか。ひなな遊びに来たわけじゃないんだからな。でもひなな、やっぱりさくらんぼが良かったかも。え？桃も美味しいんだけど。ああ、なんかプロデューサーのやつの方が美味しそうに見える。なるほど、そうか。うん、だからね、プロデューサー、は一口ちょうだい。まどかが黙ってないぞ。飲んだ。もう終わっちゃった。やることなくなっちゃった。ねえプロデューサー、はい、ひななたちがすっごく人気になったら、こうやってジュース飲んだりとか電車乗ったりとかできなくなるかな。どうなんだろうね。いや、まあできなくはないんじゃないか。そうだな、そうかもしれないな。学校でも話しかけられたりするもんね。そうだよね。ひなな、学校の子はあんまり知らないし、誰ってなるけど。え、強いな、やっぱり強いし、ゆえにちょっと怖いな。ひなな、これからはもっとそういうことが増えるかもしれない。だからそういう時は、とか言って、ひななたち全然人気にならないかもしれないよね。俺の意見が。え、いや、そんなことは。あはー、まあいいか。おお、やっぱつかめねえな、なかなか。周りが勝手に変わるだけで、ひななが、ひななじゃなくなるわけじゃないし。なるほど、やっぱひななはすごいな、確信をついてくるというか。いや、なんだろう、物事やっぱちゃんと見てんだよな。だけどプロデューサーはあんまり変わらないといいな。そっか。ねえ、次にここ来たら今度は違う味の飲もうね。うん、そうだね、変わらない二人でまた来れたら。電車来ないね。まあこの時間も大切にしていかないとね。バツ丸バツ丸、いや違うな。これ学校授業中ってことかな。
終わって事務所に来ると。ん、そういうわけじゃなくてあれか、チェインが来るのか。プロデューサー、今何してる？何してる、何かあったのか。事務所で資料をまとめてるけど何かあったのか。というかこの時間ひななは授業中のはずじゃ。そうだね、返信早いな。ひななが、この間持ってたプリント事務所にない？ああ、この間って進路のやつか。ひななまだ出してなかったのか。ちょっと待っててくれ、探してみる。ハート型のプリントどっかあるのかな。あ、よかった、あったあった。書いてるのかな。あー、折り目きっちりついてるな。プリントあったよっと。早っ。本当？よかった。うん、じゃあ今日取りに行くね。早く出せって怒られちゃった。まあそうだよね。はあ、まだ書いてなかったんだな。そっか、書いてないのか。ひなな、あー、期限を守らないとダメだ。なんて書くか考えたのか。もうなくさないようにな。え、なんだろう、このもうなくさないようになっていうのすごい惹かれた。なんでだろう、なんだろう、もうなくさないようにな。なんでだ、わかんないけど。あ、なくしてないよ、事務所に置いてあっただけ。やっぱりいろいろ考察がはかどりそうな選択肢だなこれ。でもうまく言葉に言えない。なんでだろう、大事なものなんだからちゃんと管理しないと。でもプロデューサーが見つけてくれたでしょ。そうだけど今回はな、毎回そういうわけには。だけど見つからなかったら毎回一緒に探してくれるでしょ。変化することが怖いのかな、やっぱり。いや違うか、まあそうだな。あはー、やっぱりそうだよね。ひななの思った通り。インタビューってことかな。はい、オッケー、ひななちゃんよかったよ。やはー、ありがとうございます。やはー、市川さん、この後はあちらでインタビューお願いします。はい、お願いします。スタッフさんの印象良さそうだよね、ひななって。ひなな、前からこの雑誌読んでたのですっごく嬉しいです。おー、いいね。本当ですか？ありがとうございます。それでは最後に市川さんのこの先の展望を教えてください。この先の展望ですか。難しいですよね。ああ、そうじゃなくて、え、学校でもこの間進路のこと聞かれて、ひななまだ1年生なのにって思ったので。なるほど、そうだったんですね。ここではそんなに難しく考えずに、こんなことをしてみたいとかでも大丈夫ですよ。ひななは楽しく幸せにアイドルしていきたいなって思ってて、はい、アイドルっていうかそれだけじゃなくて、楽しく幸せでいることがひなななので。そういうひななでいられるのはもしかしたらアイドルなんじゃないかなって、今はそういう風に思ってます。なるほど、そうですか。それはいいですね。ファンの方もきっと市川さんの幸せな姿が見たいでしょうし、そういう姿にファンの方は元気をもらってるはずですから。あは、そうですよね。楽しく幸せアイドルに、
楽しく幸せいることがひなななのって、アイドルしていきたいけど、でもそれがひなな であることであって、でひなな であることだからアイドルになれると。ひななもそう思います。だからそのためにいろいろやってみたいと思って、楽しくて幸せになれそうなことなら何でも。はい、ありがとうございます。これでインタビュー終了させていただきます。すっごく楽しくてあっという間に終わっちゃった。そうだ、最後に絶対やりたいこと思いつきました。なんだなんだ。絶対絶対またこの雑誌に出たいです。また呼んでくださいね。これもまあ本心なんだろうけど、うん、ひななお疲れ様。撮影もインタビューも良かったぞ。本当に、うん、でもひなな思ったことを言っただけだよ。うんうん、そうか、じゃあそれがすごく良かったってことだ。プロデューサー、この間進路調査の紙見つけてくれたでしょ。うん、その時に思ったんだよね、ひななの思う通りでいいんだなって。それに気づけたってことなのか、さっきの会話で、インタビューか、さっきのインタビューで。でも当たり前だよね、ひなななのことなんだもん。うん、うん、そうだね、誰かに決められるんじゃなくて自分で決める。怒られてもダメだって言われても、やりたいことはやりたいし。いや、この考え本当重要だな。うん、楽しく幸せでいたいでしょ、ひななもきっとみんなも。うん、そうだね、ひななが楽しく幸せであればみんなもそうなれるっていうのがわかるんだから、だったら自分がやってることはうんいいんだなっていう。だからやっぱりひななアイドル向いてるかも。そうだな、これからもっといろいろなことに挑戦してひななの可能性を広げていこう、アイドルとしても一人の人としても。俺も一緒に挑戦していくからさ。大変そうじゃなければね。おっと、それで楽しくて幸せでいられそうなことならね。そうだね。そうだよな、うん、ひななはそうだ。うん。プロデューサー、なんで笑うの？いやー、ひなならしい。おうおう、面白いからだ。楽しみだからだ。嬉しいからだ。なんだろう。なんかひななの場合、右の選択肢がすごいしっくりくるな。不思議と。そうなの？うん。うん。それならいいか。うん。ひななが楽しいっていうのは分かったからね。そうだろ。うん。うん。嬉しい時は笑っちゃうもんね。そうだね。お。フランボワーズのマカロンとイチゴとシトロンとチェリーも。お買い物中かな。あとはミルフィーユとイスパハンと。イスパハン？紅茶2つ。お願いします。カタカナは分からんな、やっぱり。やはー、楽しみだね、プロデューサー。なんだろう、ひなな、うん、結構な量頼んでたけど、そんなに食べきれるのか。え、プロデューサーも一緒に食べるでしょ。え、そういうことだったのか。うん、おう、だってひなな一緒に甘いもの食べようって言ったでしょ、今日も頑張ったからって。ひななってやっぱプロデューサーのことかなり気に入ってるよな。いや、確かにそう言ってたかもしれないが、うん、あれ、うん、
なんだっけ。ん？ちょっと待って、ごめん。そう言ったかもしれないがってことなら言ったんだろうな。いろんなことに挑戦して、ひななの可能性を広げていこう。俺も一緒に挑戦していくから。だっけ、この間プロデューサーがそう言ったでしょ。言ったけど。だからまずはあんまり食べたことのないおやつに挑戦しようかなって。これはそういう試み。ひなな、あれはそういう意味じゃなくて。でもいろんなのをちょっとずつ食べたいでしょ。そうだけど。その方がいろんな味を知れるし。あれ、そういう話なのか。ちょっとずつつまみ食いしてどれが一番幸せか決めるの。やっぱひななレスバ強いというか、なんだこれは。甘いものもお仕事も何でも。やっぱり自分の意見しっかり持ってるからこそ、自分でこういう会話の流れを作れちゃうんだろうね。だからね、プロデューサー。はい。ひななに付き合ってくれるでしょ。だからね、プロデューサー。ひななに付き合ってくれるでしょ。付き合います。この先もずーっと。ね。おお。そうだな。ひななに付き合うよ、とことん。終わった。いやでもひなな見てて、なんかほっとけない感じはやっぱあるよな。いや多分一人でも大丈夫なんだろうけど、でもすごい危うさをやっぱ持ってるんだなっていうのは感じるな。いや、しっかり芯はあるんだけどね。やっぱり芯はあるんだけど、でもなんでもすごい絶妙なバランスを保ってるっていうイメージを私はひななに対して持ってます。はい。ありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。